こんにちは、永田です。今回は私の最近よくやっている毎日メイクをしてみました。出来上がりはこんな感じです。こんな感じ。ちょっと今回は編集の仕方とかもうちょっと変えてみようと思って撮り方変えてみたりしてるので、そこも注目していただけたら嬉しいです。では早速行ってみましょう。どうぞ。完成です。今回は最近よくやっている毎日メイクをしてみました。今更なんですけど、キャンメイクのこのアイシャドウを買ってすごく色が可愛くてかなり頻繁に使ってます。で、前髪を伸ばそうと思って、でもそのまま伸ばしていくのは結構辛かったので、かなり薄くして中央の部分だけ少し切りました。で、これで徐々に前髪の量を減らしてって伸ばそうという作戦で
前髪を伸ばしていこうと思っています。はい。でね、最近はね、まつげを全体をグッて上げるんじゃなくて、目の中央から目頭側だけがこうギュインって上がって、目尻側はなだらかなカーブになるように意識してビューラーをしています。そうするとなんとなく目が横幅広く見えるような気がするので、そういう風なビューラーの仕方を最近は好きでよくやってます。でも眉毛は完全に元通りになりました。だから約1ヶ月半から2ヶ月ぐらいあれば人の眉毛は生え変わるということですね。では今回も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。永田でした。紫とかあんま着ないんですけど、どうですか？